皆さんこんにちは。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する営業コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはマイカップ麺というテーマでお届けいたします。私は今年に入ってから、営業の際ですね、様々な試みを行ってきました。例えば、今年の1月だったと思いますけども、今ちょっともうサンプルがないんですが、ドリップコーヒー。これのですね、パッケージをオリジナルのものを作りまして、私の顔もしっかり入れまして、これを営業の際、お客様にこうお渡しすると、配った時期がありました。これですね、非常に好評でして、今でもそう配った会社に行くとですね、飲まずにですね、ずっと机の脇にこう取っておかれる方も結構いらっしゃるんですね。その次にやったのが、春先だったでしょうかね、ちょうど花粉症とか流行ってる時期にマスクですね。マスクもオリジナルものを作って配布をしました。その時はちょうど新潟県で有名なですね、在韓新潟という月刊誌に私連載を持っていましたので、まあその今連載やってますよっていうですね、コマーシャルも入れて、そのマスクを訪問営業先にこう配っていました。それ以降ちょっとですね、そのオリジナルグッズっていう点では、なんかいいものがあるかなと思って探してはおったんですけど、なかなかいいものがありませんでした。ところが、先日ですね、面白いオリジナルグッズとなりうる商品を見つけました。その商品はですね、長野県のある会社が扱っています。ちなみにですね、ホームページを見ると、信州で蕎麦を作り続けて半世紀、渡辺製麺という会社がやっております。年商は45億円、まあ、約50億円ということで、長野県ではきっと知らない人がいないぐらいのですね、製麺会社なんだと思います。そして、こちらのですね、製麺会社がやっているのが、マイカップ麺という商品です。これどういうことかって言いますとですね、記念品とか、まあ、ノベルティに使えるオリジナルカップ麺なんですね。オリジナルカップ麺と言ってもですね、ラーメンそのものがオリジナルではありません。それはもう企画でですね、豚骨ラーメン、醤油ラーメン、塩ラーメン、味噌ラーメンの、あと蕎麦か。この5種類が決まってるんですけども、このカップ麺のですね、表のこのパッケージですね、そこが自由にデザインできるということなんですね。例えばですね、結婚だとか、お子様の内祝いだったりとか、入学祝い、卒業祝い、で、ビジネス関係でこう使えます。例えばビジネス関係ですと、まあ、単純に言ったら創立何十周年の PR、企業 PR ですよね。まあ、そういうのにも使えるでしょう。お歳暮とかお中元にも使えます。あと面白い使い方として、こちらの会社が提案しているのが、残業ごめんね、これ食べて頑張ってとかって、まあ上司から部下にですね、まあ残業悪いねといった意味でこのカップラーメンを渡すとか、まあ面白い使い方はいろいろできるかと思います。それでお値段なんですけども、これ、ね、意外と安かったんで、私一回チャレンジしようかなと思っているわけです。ちなみにですね、最小ロットは36個からで、36個から99個までのこの注文だと、1個あたりの単価410円です。ですので、410円かける36にすると、まあ、1万3、4000円ぐらいあるとですね、こちらのマイカップ麺が作れるということで、ぜひですね、パッケージに私の顔を入れてですね、まあなんかこう、キャッチコピーのようなものを入れて作ってみようかなと、今、検討中でございますので、まあ、もし作った暁にはですね、皆さん方と言ってもですね、私と直接こうお付き合いのある中でもごくごく一部になるかもしれませんけども、お届けできるかもしれないということです。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する営業コンサルタントの長谷川博之でした。こちらに飽きないはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックして登録の方もよろしくお願いいたします。